だね。いい感じだね。一番人気だけど。ただいまより投票受付を開始します。搭乗最終便の切符をつかむのは果たしてどの馬か。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。先行するのは何か。12番オースミマックス、先頭サムソンビッグ、ほとんど馬体が合っています。この辺りちょっと離れている8番ベルシーステージ、一番人気のカタノアリュール、岡部騎手どの辺りで動くんでしょうか。レオタイクーンがかわしていきました。タイキデューク2番ライブリーマウント、5番黒い馬体マルカイン級、外から1頭7番バンブーフェリーにイーデライナーが並んでいます。そして外からは10番アドマイアコール、ちょっと離されまして3番マチカネジン大砲、もう一度先頭からショック。カタヌアリュールは5番手といったあたり。さあ先頭はサムソンビッグが2馬身リード、外からはネオタイプーン、先頭は4番サムソンビッグ、ネオタイプーンが2番手、先頭小島とサムソンビッグ、サムソンビッグ一着してやったり、小島貞博恐れ言いました。気を取り直して次行こう。1着4番、2着1番、3着9番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。
どうかな。いい感じだね。今週はレースがあるよ。体重はバッチリだね。はい、何です？なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。南関東三冠競争最後の一戦が交流重賞のジャパンダートダービーです。ジャパンダートダービー、じっとスタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。7番ドルフィンボーイが上がってまいりました。そして2番手に8番スペクタクル、ポスターポープがかわしていきました。10番カタノアリュール、それから6番パリスケイワン、そしてその外にライブリーマウント、そのうちに5番アマゾンオペラ、その後ろでやりましょうか。2番カネショーゴールド、ウェルシャトー、1番後ろに3番カウンテスヒカルでやります。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭を行く7番ドルフィンボーイ、4分の3馬身リード、さあ向こう流しに入りました。前前での競馬スペクタクルとハリタ騎手、それからもう1頭ポスターホープ、そして外からは10番カタノアリュール、それから6番パリスケイワン、ライブリーマウント、ほとんど馬体が合っています。そのうち2番カネショーゴールド、外を通って5番アマゾンオペラ、10頭が第3コーナーに向かいます。それからウェルシャトー、ちょっと離されまして3番カウンテスヒカル、先頭は依然としてドルフィンボーイ、
さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。オレンジの帽子スペキタクルが先頭、先頭はスペキタクル、内からはポスターフォークが来ている。さあ先頭はスペキタクルが半馬身リード、ライブリマウントが3番手、スペキタクル先頭、内から1頭ライブリマウント、2番手にポスターフォーク、先頭は8番スペキタクル、内を通ってライブリマウント、スペキタクルが1着、あとは写真です。帰ってきたね。はい、何です？